はい、こんにちは。ソニーショップテックスタッフ店員佐藤です。今ですね、プレイステーション5を、遊びながら、音声を、収録するというようなことをやっております。一番最初はですね、もうプレステ5に最初からついている、ここのコントローラーのマイク、これで収音して、音声はですね、こう、コントローラーについている、3.5mm のイヤホンジャックに、イヤホンを装着して話をしています。この状態でですね、ゲームをしながらいろいろな、音をちょっと立ててみようかなと思います。まず最初は、そうですね、この状態でちょっとなんか黒とかね、こうやってクラシックラフを出すときどんな音がするのかなとかっていうような音がしたりとか、ちょっと飲み物を飲んでみますね。こういう飲み物の音とか、こういうのが入っちゃうんじゃないかなとか。それとあと、ゲーミングなのでちょっとキーボードとか叩くとどういう風な音が入るかな、喋りながらキーボードの音をすると、これぐらいの音は入るのかなと思います。あとマウスですね。マウス、プレステ5だとそんな使わないでしょうけど、PC ゲームとかだとマウスの操作とかっていうのもあって、こういう音も、割と入りがちになるんじゃないかなと思います。というのが、普通のコントローラーを使った時の音の収録になってしまいますが、これをですね、新発売のインゾーン H5、 これの、ブームマイクで、AI によるノイズキャンセリング機能がついているので、これだとどういう風な音になるのかをちょっとこれから試してみようと思います。はい、音声が今こちらの、インゾーン H5 の方に切り替わりました。これでちょっといろんな物音を立ててみようと思います。まず最初にやった、このビニール袋をちょっとわざと音立てて、スナック菓子とかをね、取り出す時の音をちょっとやってみます。どうでしょう、ノイズ入ってるでしょうか。続いて飲み物を飲んでみます。はい、飲んでみましたが、いかがでしょう、音聞こえるかな。それと、キーボードの音、こんな感じでキーボードを打ってみますが、カチカチ音が割と抑えられているんじゃないかなと思います。あとマウスですね。マウスも今同じように、わざとちょっと机叩くような感じでカチカチ鳴るように音を立てているんですけども、それほど音はしないんじゃないかなと思います。ということで、あと、私の話している声の質もですね、いかがでしょう。さすがにコントローラーのマイクよりはいい音で入っているんではないでしょうか。インゾーン H5 の、マイクの音のテストでした。